ありがとこんにちは、ディコです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス生活には便利、年会費無料で持ってて便利なプリペイドカードを3つ紹介ということで、今回はキャッシュレス生活をする上で、いろんな決済方法あると思うんですが、その中でも審査なしで作れるプリペイドカードについて、作成できる年齢や還元率なども含めて、サクッと3種類紹介していこうと思います。 今回はこの簡易的なフォーマットを埋めながら解説をしていきます。たまるポイント、還元率、発行可能な年齢、発行手数料、年会費、ブランド、モバイル決済。こんな感じですね。ちなみにモバイルというのは Apple Pay や Google Pay でも使えるかというところですね。あとは他にもちょっとした情報も含めながらお伝えするので、まあもちろん結構ご存知の方も多いと思うんですけども、まあおさらいがたりで,はですね。ぜひ最後まで楽しんでいってください。それではまず一つ目はこちらですね。 じゃんということで、l i n e p y カードですね。まあ、これは l i n e p y ヘビーユーザーの方であれば利用されている方も多いのかなと思います。カードデザインは僕が申し込んだ時は2種類から選ぶことができまして、現在出てる僕のこのカードなんですけども、これはお色はブラック。そして、 触った感じなんですけども、艶消しで手触りがサラサラして、ちょっとクールな印象が特徴的なカードですね。まあシンプルすぎるので、他のカードと紛れていたらなかなかこう見つからない時っていうのもたまにあります。まあけどこのシンプルさがまたいいですよね。 ちなみに他にも LINE のキャラクターブラウンがデザインされた可愛い感じのカードもあったりするので結構こう世代問わずいろんな方が持ちやすいカードかなと思います。それでは LINE イカードの情報をまとめたんですけどもそれがこちらですね。じゃんということでこちらも貯まるポイントは LINE ポイント。還元率はマイカラーによって0.5%から最大2%まで可能です。 で、年齢は年齢制限なしで、LINE のアカウントを持っていれば作成することができます。で、ブランドはジェシー B。発行手数料年会費は無料。モバイル決済は Google Pay のみ、ざっとこんな感じですね。まあ、Google Pay の中でもクイックペイということですね。まずこの LINE Pay カードを使って貯まるポイント。もちろんこれ LINE Pay を使っても貯まるポイント同じなんですけども、LINE ポイントが貯まるということなんですが、この LINE ポイント自体はどんな風に活躍するかと言いますと、 今出てるような LINE のあらゆるサービスで使うことができます。l i n e ペイでの支払いで LINE ポイントで支払うのはもちろんなんですけども、LINE ギフト、LINE デリマあと結構僕が最近よく見かけるのは、まあもう LINE モバイルの支払いで LINE ポイントを当てたり、まあ最近では LINE 証券とかでも利用されるのを Twitter とかでもまあちょくちょく拝見します。まあこういったサービスで LINE ポイントというのが活躍しますね。そして、 気になるこの還元率なんですが、まあ先ほど0.5%から2%還元ということだったんですが、これがどんな風に判定されるかということなんですけども、今出てるこんな感じなんですよね。前の月にいくらこの LINEPay カードやスマホ決済の LINEPay で決済したかで判定されるということになります。なので、まあ前の月に今ざっと出てるこの金額を使ったら、まあ何かということになります。まあ例えばそのホワイトの場合は支払い金額が前の 月に0円から9,999 99円であれば0.5%還元。 で、このレッドの場合なんですけども、すいません。今ここに1円で出てるんですけども、記載ミスですね。これ1万円です。1万円から49,999円を前の月に使ったら0.8%還元。そしてブルーであれば5万円から99,999 99円。で、グリーンであれば10万円以上使ったら最大の2%の還元まで受けることができます。この判定自体は、まあ実店舗での l i n e ペイでの決済をしてもそうですし、今お伝えしたこの l i n e ペイカードでの決済も含まれる。 るようになっていますそして、まあ、先ほどちょっとお伝えしかけたこのモバイル決済なんですけども現在 LINEPay カードは Android の GooglePay のみに 対応していましてまあ残念ながらまだ iPhone は対応してないんですよねまあ結構この LINE ペイカードが Apple Pay に対応してほしいということもですねちょくちょく耳にすることがありますそして当たり前なんですけどもスマホ決済の LINE ペイと連動しているのでスマホ決済が使えるところでは基本的には LINE ペイで決済をしてそれ以外のお買い物で JCB のカードが利用可能な場所であれば LINE ペイカードを使うという感じですねまあちなみに LINE ペイカードを 使ってモバイルスイカとかにもチャージも可能なのでまあ交通系電子マネーが対応しているところであればその方法も結構効率的に使うことができますね以上が LINE ペイカードについてでしたそれでは次ですねじゃんということでビザプリペイドのキャッシュですねまあこれもかなり人気のあるプリペイドカードの一つですねまこちらも先ほどお伝えした LINE ペイカードと同様に艶消しでブルーを基調としたデザインですねあまりちょっと主張しすぎないカラーなので ま、すごく馴染みやすい印象です。こちらのキャッシュについても簡単にまとめてみました。ドンということで、貯まるポイントはキャッシュポイント。還元率は1%なんですが、4月から0.5%に変わります。年齢制限はなく誰でも作れるようになっていまして、年会費は無料なんですが、発行手数料に関してなんですけども、キャッシュはですね、 新しいキャッシュっていうようなまあ、新しいカードが出る予定なので、それと同時に、発行と同時に、今のブルーのデザインのキャッシュの発行手数料は、まあ、300円かかるようになるので、今は無料なんですけども、今後は300円かかるようになります。そして、ブランドは Visa、モバイル決済は Google Pay のみという感じですね。で、この還元率なんですが、キャッシュの場合は、キャッシュポイントというのが溜まりまして、1ポイント1円としてキャッシュの残高にチャージが可能となってます。もちろんそのポイントを 使ってキャッシュを使ってお買い物ができるので、それもまた便利ですね。次に、クレジットカードからのチャージもできるということで、このキャッシュは。 キャッシュ単体でも便利っちゃ便利なんですけども、これにチャージするときがさらにお得なんですよね。っていうのも、ビザやマスターブランドのクレジットカードからチャージができるので、クレジットカードでのチャージをして、クレジットカードの特典も受けることができて、そこからキャッシュで決済したら、キャッシュの特典も受けることができるという、ポイント二重取りが可能となってます。ま、他にも、キャッシュはセブン銀行 ATM ですとか、ま、コンビニなどでのチャージも可能とはなっています。 ま、あと意外と便利だなと思ったのが、外部サイトとの連携も可能ということで、ま、可能というか、ま、いろいろありまして、ま、例えばポイントサイトですとか、家計部アプリの財務やマネーフォワードなど、あとはちょっと前にそのブックオフとの連携が可能となったということで、これは便利だなと思いました。ま、ちなみにブックオフは、その不要品を売って、その買取金をキャッシュにチャージができるということになっています。いや、ま、キャッシュを愛用されている方であれば、ま、うまく併用ができそう そうですよね。まあ以上が Visa ペイドのキャッシュについてでした。 そして、最後三つ目ですね。もうこちらのカード、D カードプリペイドですね。もう僕の動画でも何度も登場してきたカードの一つです。ちなみに、現在進行形で僕は利用させてもらっています。カードのデザインは、これまで紹介した艶消しとは真逆で、ツルツルな触り心地、イエローを基調としたポップな印象ですね。まあ最初はこのイエローの主張が結構強みだったんで、まあ持つこと自体は僕自身結構抵抗は少しあったんですけども、実際 に使い慣れるとあまりそんな風には感じなくなりましたねまあまあちょっと この黄色ってのはちょっと珍しいなと思ってはいます。まあ、そんな D カードプリペイドについても簡単にまとめました。ドンということで、貯まるポイントは D ポイント、還元率は0.5%還元。発行可能な年齢は12歳以上で中学生以上の方となっています。で、発行手数料、そして年会費は無料。で、ブランドはマスター。モバイル決済は Apple Pay のみで、カード単体としたらタントンでおなじみの ID 決済に対応しています。 で、この D カードプリペイドなんですけども、還元率は低いんですが、意外とそのプリペイドカードの中でも、僕の中では結構優秀で、というのも、還元率は0.5%ですが、現在の D 払いのキャンペーンなどと組み合わせて利用することができるので、D 払いと D カードプリペイドの特典の二重取りができます。しかし、D 払いとのこの二重取りに関しては、今は可能なんですが、今後は、 対象外となる場合もあるのでご注意ください。これはもう実際に僕がドコモさんに問い合わせた時もそういった注意を、注意取りがそういった風になる場合もあるかもしれないという風にも言われたので、ちょっとこれは確実、まあ公式の発表がないので確実な情報というとなんとも言い難いところではあるんですけども、そこはぜひですね、お気をつけください。なので、まあその都度ですね、まあドコモにメールや電話などでご自身で確認することをお勧めします。あとはドコモの公式ツイッターもあるので、 試ししにこうリプライして送るのもいいいと思いますそしてこの D カーードドプリペイドはままたチャージ方法も色々ありましてその中でも D ポイントからのチャージができるっていうのがまた魅力的なんですよね。結構あの、ポイントサイトとか、結構ポイントサイトとかを利用されてる方も多いと思うんですが、そのポイントサイトで貯まったポイントを D ポイントに変換して、その D ポイントを D カードプリペイドにチャージをするという方法ですね。まあ、これれであれば1ポイント としてチャージができるので D カードプリペイド単体で決済するのもありですし D バライと連携して決済するのも一つの方法ですねちなみにチャージの上限としては月に1万円までで D ポイントの期間用途限定のタイプはですね、チャージができませんのでここはお気を付けください以上が D カードプリペイドについてのまとめでした 今回紹介したプリペイドカードのまとめですね。手前から LINE ペイカードで、ビザプリペイドのキャッシュ、そして D カードプリペイドということで、これちょっと面白いですよね。JCB とビザと、そしてマスターという有名なブランドの3つが並んでるということですね。これはこれでちょっと面白いなと思いました。いやこの動画を見てくださってる視聴者さんはどのカードをよくお使いですかね。まあ、プリペイドカード全然使わないよって方はもちろんいらっしゃると思うんですけども、やっぱりこのキャッシュレスを発信するようになって、結構このプリペイド,カードを カードを利用される方も結構多くなったのかなというふうに僕は勝手に思っております。 で、僕自身は先ほどもお伝えした通り、現在は D カードプリペイドの利用頻度が高い感じかなと思います。まだキャッシュレスにチャレンジしたいけど、クレジットカードは持ちたくないけど、プリペイドタイプなら使ってみようかなっていう方がいらっしゃれば、まあ今僕がお伝えした内容などは今後の参考などにしていただければ結構嬉しいです。ちなみに場所によっては、まあ、プリペイドタイプなので、決済ができなかったりですとか、ポイント付与の対象外であったり、 とかそういった部分もあるのでまそこは一つまあ気をつけていただきたいところではありますけどまあ何かと便利なプリペイドカードなのでご自身で自分のライフスタイルにどのカードが適しているかそれを探るのも結構面白いと思います一応あの下の概要欄に今回お伝えしたそれぞれの公式リンク貼っていますので詳細が気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、今回お伝えした内容に少し関連はするんですけども、D カードをプリペイドに関しては、クレジットカードの D カードとか、あとは D カードゴールドもあるので、D ポイントさらに貯めたいっていう方はその方法も結構ありだなと思います。やっぱりだけど気になるのが、以前動画でも紹介した Visa、l i n e p カードと、あとは新しくなるキャッシュですよね <laughs>。もうこれですよねとか言いながらもう僕勝手に思ってるんですけども、ま、新しいキャッシュに関しては、すでに2020年の初め頃に 発行予定とあるので、これはちょっと楽しみかなと思います。まあ、機能としては、ビザのタッチ決済ですとか、デザインもおしゃれな感じになるので、発行手数料自体は900円かかりますが、僕は発行しようかなと思っています。まあ、けど、Apple Pay と 3D 世間に対応してないのが、ちょっとムムムってなりますね。 そして、ビザラインペイカードなんですが、今のところ物静かな印象ですよね。まあこれはラインペイヘビーユーザーの方であれば本当に待ち遠しいという方もかなり多いのかなと勝手に思っています。まあ僕も自身、僕自身も結構待ち遠しいです。またですね、これらのついてのまあ発表があれば、それぞれですね、また動画にしていこうかなと思っています。ということで本日はありがとうございました。